ローラーチェーンとスプロケットローラーチェーンとは動力などを張力として伝達する機械要素である。スプロケットと組み合わせて使用される場合が一般的である。本校ではローラーチェーンに類似する他の動力伝達用チェーンについても触れる。ローラーチェーンローラーチェーンの構造1、外側プレート2、内側プレート3、軸4、ブッシュ5、ローラーローラーチェーンは 円筒形のローラーとブッシュ、長円形や、標端形の板でブッシュやピンが挿入される穴が2つ、開いたうち、プレートと、外プレート、円柱形あるいは円筒形のピンで構成される。ブッシュの外形は、ローラーの内径より小さく、ローラーを貫通したブッシュ2組の両端に2枚の内プレートが、圧入などの方法で組み付けられて内リンクを構成する。 外プレートは2本のピンの端部にかしめなどの方法で固定されて外リンクを構成する。外リンクの2本のピンがそれぞれ2つの内リンクの部首に貫通され、もう一方の端を外プレートに固定することで2つの内リンクと1つの外リンクが連結される。ローラーは部首を軸に自由に回転し、また内リンクは外リンクのピンを軸に自由に回転する。 ローラーは焼き入れが施されており硬い。大型のローラーチェーンでは軽量化のためにピンが中空構造となる。一つのリンクをコマとも呼び、ローラーチェーンは基本的に偶数単位で長さが調整される。半コマやオフセットリンクと呼ばれる特殊なリンクを使うと奇数単位で長さを調整できるため、自転車のチェーンの細かい調整に使われる。 各ローラーの間の距離はピッチと呼ばれる。ローラーチェーンと組み合わされる歯車はスプロケットと呼ばれ、ローラーチェーンのピッチに合わせた間隔で円弧形の指定を持つ歯車である。複数のローラーがスプロケットの指定にそれぞれはまり、ローラーチェーンがスプロケットに部分的に巻き付け効くことで聴力が採用し、ローラーが指定から外れることなく動力を伝達する。 ローラーチェーンがスプロケットに巻きついたり離れたりする際にピントブッシュ、ブッシュとローラーの間には回転が生じるため摩擦を吸収するために潤滑油を必要とする。外プレートと内プレートの間にオーリングを持ち、ピントブッシュの間の潤滑するグリスを封入したものもある。ただし、ローラーとスプロケットの間の潤滑が別途必要であり、オーリングの材質を変質させない。 油脂類が利用される。製造段階でコマの数が決められ、切れ目がない輪の形で出荷されるものと、自転車用などに見られるように、クリップなどで軸を止め、分解解放できるコマを一つ含んでいるものとがある。耐荷重を上げる工夫として、2本以上のローラーチェーンを束ねて一体化した多列、ローラーチェーンもある。特に2本のローラーチェーンを一体化したものは、 ダブルローラーチェーンと呼ばれる。ダブルローラーチェーンの場合、プレートはチェーン中央と左右外側の3列となり、1つのコマに4つのローラーを持つ。これらに対し、レトロニムとして通常のローラーチェーンをシングルローラーチェーンと呼ぶ場合がある。自転車用ブロックチェーン自転車降臨の外装型変速機チェーンのシナリオを利用して、スプロケットへのかけ替えを行うフォークリフトの 構造レイフォークの上昇駆動にローラーチェーンが用いられているバスドラム演奏用ペダル。ペダルの踏み込み操作はローラーチェーンによってビーターに伝わる軸間でトルクを伝達する用途のほか、貼られたローラーチェーンの直線的な動きを利用したり、紐のように用いて張力を伝達する用途に用いられる。刃で噛み合わさっているため、両軸の回転に、 滑りがなく同期させることが可能である。互換性を保つため企画化されている。ABC、ローラチェーンの構造。株式会社 N 町園製作所。2015年9月30日閲覧。ブシュドチェーン。片山町園株式会社。2015年10月23日閲覧。AB3 衝動大辞輪 3A 処方大車輪。タイミングチェーンを潤滑する。 エンジンオイルは、その正常作用により、シリンダー内壁やピストン内側を潤滑した際に燃焼に伴うカーボン粒を含み、ハイボチェーンに対し異物となる。トランスミッションやトランスファーを潤滑するオイルは、エンジン燃焼部分を潤滑しないため浮遊異物を含みにくい。ありがとうございます。